Mesh Tabi, Season 3. This program is brought to you by Babbo and Green. Honkai no Mesh Tabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Kita mi kaiwai 11 des. Let's get it started. 1. Tonden Nishimachi. Tatsumi.すごいですね。びっくりしました。異常とも言えるコストパフォーマンスでした。北見すげえ。知られざる北見情報に感謝です。タレコミいただいた視聴者の方、ありがとうございました。ありがとうございました。さすがは焼肉の街ね。見てこのホルモン。思わず2人前かと思っちゃいました。安い、うまい、早くできない量多くって思わず店員さんに聞いちゃったよね。これって一人前しか頼んでないんですけどって。あ、これで一人前ですってね。っつったよね。ウェブリサーチだけではたどり着けない素晴らしいお店でした。そしてちゃんと美味しかった。うん、ラーメン食べてお寿司食べてからの焼肉には爆量すぎたけどペロリンチョ。ああ、ビールが欲しくなったね。それは山々だけどダメよ。ダメダメ、あなた飲み出すとブレーキ効かないんだから。人のせいにすんな。あなたもでしょうか。そうなの。2. Hakuyo Cho Crew Crew Sushi。 びっくりしました。北見第2弾めちゃくちゃ美味しかったですね。ここシャリの状態、酢飯加減、醤油、すべてが美味しい。上等な寿司屋で食べてるような食感。これお会計1万円で足りるかなみたいなね。ネタも素晴らしい。北海道トップクラス間違いなし。この感覚回転寿司では初めて。ああ、メシタビーズ相当な数の回転寿司回ってますけど、こちらも視聴者さんが教えてくれたお店よね。そうそう、地元でもクルクル派とトリトン派で分かれるらしいんだよね。それを食べ比べてみてほしいみたいなね。なるほどね。私はクルクル派。おじさんもかな。今回ホタテに感動しまくら千代子なんですけど。ああ、驚きと驚き二郎だぜ。オホーツクさんのホタテ、うん、ま、食感全然違うよね。ふわっつうのかな、柔らかってなる。こんなの初めて。国枝さんですか食べ比べたけど北海道産ってのも粒が大きくて食べ応えあったね。天然と養殖の違いなのかな。こんなクオリティはずっと維持できないでしょ。って元飲食店経営者の佐賀でしょうか。次の日にも検証しにやってまいりました。ねえ、したっけ。やっぱ違ったのよね。あ、十分美味しかったけどね。あの1日目はカウンター、うん、2日目はボックス席に座ったら、はいはい、ボックス席だとあの高速レーンで奥から来るから裏方から来るから普通の回転寿司の延長線上だったんだけど、やっぱカウンターだったらあの職人さんが本当目の前で手握りしてくれるから、うん、全然違うんだよね。イブマサトウが握ったやつ全然違った勝手に名前をつけるな。確かに似てたけど、ヒューマサトウが握った寿司はね、魔法のように美味しかったね。 3. 東三輪4回転寿司トリトンってことで、はい、北見といえばトリトン創業店でございますね。札幌でも大人気のトリトンさんですが、メシタビーズ的にはほとんど札幌では行きませんね。ある意味立派だと思うんですけどね。どの店舗で食べてもブレないシャリ加減がね、トリトンさんは。がしかし我々にはちょいと柔らかすぎなんです。だのよ。でも今回は視聴者さんがお気に入りのネタを教えてくれたのでね、タコの卵と海鮮爆弾軍艦。タコの卵、そりゃ食べたことないよねってね。はい、タコの卵っておじさん食べるの初体験ですよ。初体験は高一の冬だったけれども。誰も聞いてません。意外と遅いんだね。でも卵と聞くとここでしょ。いやいや食すのためらってしまいますよね。何言ってんの。いくらや卵の天ぷらも大好物でしょ。そうなんだけどさ、なんか見た目純菜に似てない。デルンとした食感も純菜そっくりだね味はね、お腹鳴ってます。鳴ってます。味はね、酒かなみりんかなが強くてね、本体の味はちょっとわからなかったけれども、これ珍味ですね。うん、海鮮爆弾軍艦は生バラチラシの軍艦。バラチラシ好きのおじさんにはうってつけの一品。あら、本マグロの赤身はもう中トロクラス。美味しい。ほんまや、
なんかすっげえ得した気分になるよね。ただ赤身好きからするとですね、普通に赤身が食べたいのです、さっぱりと。だから赤身は赤身でお願いしたいと思います。ですよね、はい、これ完全中トロ、おいちゃんが大好きなやつですもん、うん、こんな情熱は札幌じゃ出てきたことないよね。ねえ、たまたまなのかもしれないけど、どういうからくりなのかしら。ネタは明らかにいいわね、北見トリトン、さすがは創業店ってことなのかしら。札幌もこうだったら使うよね普通に。うん、また検証行ってみる。ちょっと調べてみよう。だ4チューオーメワ2ラーメンエニシ、ラーメンエニシさん、北見で一番人気らしいっすね。開店待ちの行列できてましたよ。こちらも視聴者さん垂れ込みでしたね。食べログの評価が低いのでね。 3.14 だよ、 3.14、 円周率じゃねっつーの。 3.14 そりゃないわ。だから見逃してましたね。移転して間もないのかな。移転とかニューオープンは辛いですからね、評価当てになんないよね。はい、気分的に醤油をいただきたいんだけれども、推しは味噌らしいのでね、致し方なし。まずは人気の味噌をいただきましょう。札幌から来て味噌ってのはね、ちょっと違うよね。だよ、あのね、小銃刀じゃないけど厨房がね、ステンレスピッカピカ、天蓋の内側まで綺麗に掃除されてましたね。あら、それはいいわね。綺麗にピカピカで美味しくなかった前例ほぼなしよね、経験的に。あ、札幌から来てわざわざ食べるって味噌ではないけれども、うん、だって札幌王道味噌ラーメンそのものだからね。それは北見ピーポーには嬉しい一見なんじゃない。ああ、醤油と塩は次回の楽しみにするとし、醤油と塩は次回の楽しみにするとしよう。マイマイおじさんの商戦には厳しい現実がここにはありました。あら、マヨネーズ持ち込み禁止です。残念。5.Information ニューヨーク Hikari no 3ノツケノユ、アバシリよりの外れになるのかな、ノツケ温泉。前回もお世話になった施設だけれども、ほぼ記憶がないってことは多分寝ちゃってたのかな。でしょうね。前回は確かにすんごい混んでた。今回は空いてたけど、サウナがあんま広くないのよね。いや、だからか。安くって立派な施設だよ。私は整いまくり。おじさんは記憶なし。気がつけばホタルの光みたいな。マナーいいんだよね、北見ピーポー。おじさんは結構のんびりでさ、札幌ならホタルの光が流れてから体洗い始めたりすることもしばしばなんだけれども。嘘でしょ。いやいや、5分前に上がれば余裕なのよ、髪の毛乾くの早いからさ。あー、でしょうね。こら、札幌だとおじさんが上がる頃に体洗い始めるやつとかいるんだよね。上には上がいるっつうの。ねえ、今から洗うのってなさ。うん、北見は完全おじさん一人ぼっちだったもんね。うん、私もギリギリまでどうもすいませんでした。ごめんなさい、ありがとうございました。6コウエイヒガシマチ1ラナチュレイブ、丸桃くんの季節は終わっているのを知りながら期待しちゃうよね、やっぱりね。夢にまで見た丸桃くん、残念ながら今年は間に合わず。チン、今回はシャインマスカットのタルトをいただきました。そりゃうまいよ、シャインマスカットだもの。そしてやっぱりアッポーパイが好きなの私たち。珍しいのよね、ここんちのアッポーパイ。シナモン使ってないですもん。これもサクサクのパイ生地が美味しい、ワンハンドでさっくりいけるアッポーパイでした。スコットチーズケーキがやたらそそられたわ。ああ、超巨乳だねこりゃ。 H とか I 超えてるんじゃない、 KLMNOP あたり。ブラサイズはね、 I までしかないんだよ。え、そうなん。じゃあスコットケーキ級の人はどうするの。それ私に聞く。7オドリヒガシ3ベーカリーバク、北見駅そば、通りすがりに見つけたベーカリーを覗いてみると、売り切れになっているものちらほら、人気のようですね。何やらバケット系が人気のようです。惣菜パンも美味しそうで目移りしちゃう。クロワッサンはパン寄りのクロワッパンっぽい感じ、ふわっとした、噛めば噛むほど甘みが出るタイプね。ク
くるみのやつ美味しかったけど、これがふわふわもちもちで美味しかったっすね。宇治抹茶シフォン。シフォンふわもちだったね。全体的にお安めのリーズナブル&ユースフルな。Reasonable and useful. パンバーカリーね。パンバーカリー。8. Today's katsu curry. Higashi Miwa 4. Curry no chikara.こちらもカツカレー関連のタレコミね。千歳では何回か食べてるわよね、カレーの力さ。だのさ、千歳であんまいい印象なかったんでね、本拠地北見のは食べてなかったんよね。今回初めて本店さんでいただきました。なんかね、違う気がしましたよ。美味しかった。あら、よかったじゃない。ああ、食わず嫌いしててすいませんでした。かなり辛めで食べるといいということが分かりました。ほら、初めての時はあんま辛くすると味分かんないから、いつも中辛を食べるようにしてるんだけど、今回辛口にしてみたの。そしたら、ね、結構辛くてうまかった。うん、いいじゃない、辛いの大好きじゃん。うまかったですね。もっと辛い方がうまいね、多分。うん、甘さが結構きつっ甘さが結構追記なんでね。ただ玉ねぎカレーの上にかかってる玉ねぎのコンディションが残念だった。フライドオニオン、うん、古いドーニオンっぽい感じだねそれ言いたかっただけじゃないの。美味しい玉ねぎが乗っかったやつ、また食べに来るよ。あ、千歳かな。北見はしばらく来ないからね。 9. Tan no cho sanku 2 Kashiko bo shiga。ビフォロからか、アバシリからか、いずれにしても北東から割と北見入りする飯旅、この看板見ると入っちゃいますよね。はい、とりあえずワッフル食っとくみたいなね。今回はカーリングストーン型の生クッキーが飯旅ズ大好物。賞味期限ギリディスカウント売り場にあったのでゲット。リンゴのワッフルとアップルパイを挨拶代わりにいただきやした。さっくりと軽いパイ生地にカスタードとアップルが美味しい。しなしなしてないアップルにカスタード強めのクリームがいいわね。まさかのアップルかぶせ。ワッフルもアップルで、アップルアップル、青リンゴみたいなカスタードが美味しいですね。このワッフル食べたら北見来たって感じだよね。おじさん、渋い丹の峠にはまり、まさかの2日連続いただきました。コーヒー屋がいいですね。あなたはコーヒーなら何でも系でしょ。そうとも言う。 10. Omachi Soba no Sanpuku。これまたタレコミのお店。タレコミって大事だね。やっぱいつも食べてる人のおすすめはリアルよね。いや、北見ソウルあんかけ焼きそばがいただけるっていうことでね。麺がパリッパリ揚げ焼きされてるの嬉しいですね。塩っぽい醤油味って感じでしょうか。美味しい。これうまいですね。こりゃハマるわ。そして、はい、間違いないです、そば屋のカツカレー。最高のやつだ。想像以上でもいかでもないそば屋のカレー。ただカレーもあんかけもボリューム満点、量が半端ないっす。そう？そう。あの、ひょっとしたら見た目美味しくなさそうに見えるかもしれないけど、美味しいですからね。はい。 11. Hokusin Cho 1 Hakodate Misuzu。 別件でイオン北見店を訪れると、おやま、毎度様、函館みすずさんじゃございませんか。飯旅でたびたびご紹介しておりますこのソフト、おじさんのデイ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 コーブデイデイデイコーブみたいな。どんなにお腹いっぱいだろうと関係ありません。これはいただかにゃいけません。はい、即購入。むむむむむむむ。やっぱり味がお店によって違うよね。これは苦めのコーヒーだけど酸味がある感じ。ブルマン系コーヒーが好きな方にはいいかも。ですが、マンデリン好きのおじさんにはちょいと酸味が気になりますね。紙イソイオンのコーヒーソフトは酸味は感じませんものね。これも美味しいけど、紙イソイオンがナンバー、札幌国際ビル店がナンバー2、その次ってとこでしょうかね。でもやっぱ美味しいみすずさんのコーヒーソフト、甘さ控えめなのがいいよね。 12. Higashi Miwa 3Germany。 子供の頃から看板読み間のグリーン、車の窓から見つけたお店。読めてないけどね、ほとんど噛んで噛んで。それが持ち味です。なるほど。はい、クロワッサン専門店とありゃ
大好きグリーン見逃すわけには参りません。パン屋なのにオープンが12時からと遅め、オープン時間になってもシャッター半分閉まってるのはなぜ？吉田カレーかと思いきや、吉田カレー、あの東京の荻窪でさ、シャッター半分閉めて営業してるカレー屋さんさ、あ、おじさんがシャッター半分閉まってからまだなんだと思ってずっと並んで待ってたっけ、お客さん何してんすかって怒られたっていうはいはいはい、思い出した思い出した、確かにやってるかやってないか分かんないよね。やる気ないのでできれば他へ行ってくださいとか書いてあんだぜ。嘘でしょ。もとい、多分予約で大部分が完売のため手が回らない様子。それもそのはず、井川遥香のお姉さんが一人で切り盛りされてました。大変そう。すごい人気だね。綺麗な人だね。ねえ、珍しいわよね。車の名前をお店につけたのかな。いや、それはジムニーだろ。ジムニーはジープ型のミニという意味。そうでしょ、あの可愛い四駆のやつ。違う違う、ここの名前はジェミニだよ。ジェミナイ。あら、衝撃、ジェマナイなんだ、知らんかった。へえ。ってことは双子なのかな。こんな綺麗な姉さんがもう一人いるなんて、北見すごいじゃないかと思ったら、双子がやってるジェミニではないそうです。じゃあなぜジェミニかってのは聞けませんでした。双子座なのかな。綺麗な人とはちゃんと話せないタイプなので。嘘でしょ、あなたがそんな風なわけないっしょ。マジ本当、子供の頃から好きなことは喋れないタイプさ。まさかよ、失礼しちゃうね。っていうことは何、グリーンと。いや、美味しかったですね、素晴らしいですね。あちこちでクロワッサン専門店食べてますけど、ダントツのナンバーワンかと思います。確かに飛び抜けて美味しいと思う。シルキー、軽い、サクッとカリッと香ばしい。外はカリッと香ばしいのに中はしっとりもっちりとしてて、なんとも独特の食感。このクロワッサンはぜひ札幌に進出していただきたい。まったくだ。お姉さんも一緒に来ていただきたい。頼む。次回のメシ旅はガチでまた食べたい北海道ザンギ選手権です。お楽しみに。See you soon. はじめて北見に来たのはね、うん、まあ40年ぐらい前ですかね。はいはい。でもライブハウス、夕焼け祭りってライブハウスがあってね。夕焼け祭り。ライブしに来たのが最初。北見まで。北見まで。遠いんだ。何回か来たけど、うん、あ、夕焼け祭りまだあるんだね。41周年だって。もう、おめでとうございます。おめでとうございます。お世話になりました昔は。らしいです。泊まる金がないからよ。お、早朝札幌出て、うん、で6時間とか7時間かかるんだよね。そうだね。機材車で来ると。うん、で昼過ぎに着いてリハやってライブやって、うん、夜遅くにまた札幌に向かって帰るのよ。その日に、うん、しんど。しかも帰ってそのまま仕事とか、うん、なんかそういうのよくやってた。頭おかしいよね相変わらず。はい、昔から過酷だったね。北見ツアーね、客は大して入らなくてねそうなんだ。冬の北海道 U2 を聞きながらよく走ったもんさ。 U2、 あの総運挙とこで便所休憩に止まったの。うん、したけ猛吹雪で、あの空き缶がね、うん、坂の上に向かってね、コロ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 カラカラカラって登ってってたんだよね。おお、怖い。恐ろしいとこだなと思って。恐ろしいね、北海道って、うん。やばいよ。冬の北海道舐めたらあかん。あかんね。で、商売やりだして市場調査で行った時はね、うん、一人でほら飲み歩くのって限界あるじゃん、うん、あの道先案内人が必要さ。はいはい。それで暇そうなバーのマスター連れ出して失礼だなちょっと付き合ってっつって。なんで本当そういうの好きだよね、はい、でもなんでみんなちゃんと付き合ってくれるのみたいなね。みんな嫌いじゃないから ね、 ね、人の金で挨拶回りできるのはほらね、ありがたい、ね、うん、どれだけのお金を。あの二人でホテルに泊まった時はあれだね、ホテルの前の怪しい看板が気になって気になって、あ、入ってみたらなんかフリーメイソンの会員の人、なんかフリーメイソンの人だっけね、やたら裏事情に詳しくて、最近結構都市伝説業界忙しいから。忙しいのかな、うん、聞きに行かなきゃね。
ね、諸事情、最近の。今まで気づいたことなかったけど、北見の人たちはマナーがすごくいいんですね。あのドライブマナーがすごく綺麗ですよね、はいはい、綺麗ですよねってか優しい、譲りすぎ、うん、優しすぎ。そちらが優先道路なんですけどっていう交差点でもみんな止まっちゃってくれるから、うん、あってうんってなる、うん、どうぞ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 合戦みたいなダチョウクラブの街になってる、ね、あベッドでもそうなの。いや進まないでしょ、行くって言って、いやいやどうぞどうぞお先にお先にどうぞって、どうぞどうぞ、じゃあお先になんじゃそりゃやるのかなどんな感じそれ全然なんか雰囲気ないわ。ぶち壊れだね、ぶち壊れ怒られるよ、北見の人に聞いてみよう団長の時はどうです。